せーの、 The best day in life。 この後ろにお邪魔したいと思います。はい、カルチャー部の皆さんに集まっていただきました。こんにちは。こんにちは。ハロー。ハロー。ハロー。どう、普段どんな活動をされてるんですか？普段はみんな集まって、うん、まあ会が近い時にこういうディベートの練習をしたり、うんうん、近くない時は、まあ、みんな英語好きっていう集団なので、まあ、英語の英語を見たり、それだけじゃなく、うん、スキットというコンペなんか大会にも入って、うん、その練習もやってて、うん、今思い出さないけど、うん、いろんなことをやってます。じゃあ思い出したらまた教えてもらってすごい。そのディベート大会みたいなのっていうのは年に1回とか年に2回とか年に2回ある。なんか2つのなんかディベートがあるので、うん、なんか1個はアカデミーで、うん、もう1個はパリアメンタリー、うん、即興ディベート、はい、全然言ってること分かんないアカデミーは調べてからディベートをして、はい、事前に、はい、テーマを教えてくれて準備しといて発音の練習みたいな。これを、はい、これ上の2行ぐらいで1文だと思う。あ、そうだよね、はい、THBT が分かんないんだけど、あれ何？省略で、うん、そうですね。でもこの側はこういうふうに信じていますっていう意味。あ、こっち側はこう信じてますっていう、はい、This house believes that sharing culture does more harm than good for individuals。 おー、緊張したよね。大丈夫だった？上手です。本当？完璧だよね、はい、みんなよいしょが上手。なんか日本が出身ってわけじゃない。フィリピン出身です。フィリピン。あ、ほぼみんなフィリピン出身。そうなの。みんな。みんな。じゃあ3カ国語。三カ国語喋れるの。そうですね。すごい。すごいね。この子4じゃん。さっきの方言。ごめん、方言って言って何語だっけ？ビサヤ語。ビサヤ語絶対覚えない。大会年2回ある。うん、そうです。次の大会っていつなの？次の大会は3月の22日。近いじゃん。そうですね、再来週です。再来週なの？え、もう間近じゃん。ごめんね、中断してじゃあ言える意気込みを英語で、全国大会の英語で、うん、英語で、うん、okay. We will do our best in 全国大会。頑張ります。こんにちは。部長、部長。何年生ですか？2年生です。元気ね。みんなはどういう関係？仲良しですか？ライバルですね。また言ってる。やっぱりライバル、うん、まあ、やっぱり学校生活の中でも友達は大事なんですけど、うん、やっぱりライバルを作って、うん、自身を成長させることが大事となって。なるほどね。切磋琢磨して、そうですね。お互いこう削り合ってね。はい、そうですか。ちょっとタイトルコールを取りたいんだけどさ。じゃあ、覚えてください。はい、せーの、最高な日常。トップ戦隊ウィンディ社員。
愛想笑いレッド、不思議ちゃんブルー、雰囲気イケメングリーン、ゴマスリーイエロー、うたたねピンク、トップ戦隊ミンディー社員。はぁ、誰かこう発音よく、発音よくって言ったら失礼だけど、This house believes that sharing culture does more harm than good for individuals. Info: sharing culture, a culture which encourages the frequent posting of both mundane and intimate details of one's life on social media platforms and the commenting onand reacting to other posts of this nature. うん、わかった。あれだよね、SNS の共有がすることがいいのか悪いのかみたいな。はいはい。さっき聞いたからね。